京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。読売ジャイアンツ対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、今日はエースが登板です。エースとして求められるピッチングというのはどのようなものなんですか？まあ当然1点を争うような勝負になるでしょうから、お互いどうやって攻略していくのかに注目したいですよね。そうですよね。さあエースの登板です。まずはジャイアンツのエース菅野が京セラドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか？周東が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。インサイド変化球決まっています。まあ出塁させると厄介な足を持ってますから、ここは絶対抑えないといけませんよね。はい、そうですね。いい当たり、これはセンターに抜けました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには川島が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。見送ってまずはストライクです。膝元へ曲げてきましたが外れます。低め、これは外れた。さあ4球目は何か。打ちました。ファースト弾く。ボールを拾って一塁そのまま入ってアウト。ランナー進めてきましたね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。柳田がバッターボックスです。初球は何から入ってくるか。引っ張った。ファーストを取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。ホークス1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0。序盤から先手を取られています。バッターボックスは4番グラシアル。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。2球目は何で来るか。外へ持ってきました。スライダーでしょうか。縦の変化球。ワンボールツーストライク。ボールになります。
決め球を思い切って投げ込みたいですね。なるほど。さあどう来るか。打ちました。痛烈、ショートの左抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえこれ以上失点しないように進めていきたいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の菅野、どういったピッチングを見せるのか。引っ張った、これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。ウィーラーが掴んで3アウトです。しかしこの回ホークス鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1対0ホークス先制です。赤星さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。そうですね、一番バッターが出塁できるか、これが僕は一番大事だと思います。はい、両チームの一番バッター注目しましょう。ホークスマウンドに上がるのは先発の千賀。さあジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは吉川。さあホークスもエースが登板ということになります。さあそのエースをジャイアンツ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。アウトコース、空振りです。スピードボールを持っています。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライク。これが3球目。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁です。さあ1塁に同点のランナーを置いています。バッターボックスには松原。まあここは送りバウンドでいいかもしれませんよね。なるほど、そうですか。ここは強肩のキャッチャーですから走りにくいかもしれませんね。なるほど、そうですね。今度はバントの構えを見せましたが送ってくるのでしょうか。ランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。センター掴んで2アウト。バッターは3番の坂本。2アウトになっています。最初は変化球できました。落としました。外れます。ボール先行です。改めてお聞きしますが、バッターの坂本、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来は一発を狙うホームランバッターですよね。そうですか。バットが動きませんでした。9球目。打った。これは入るでしょうね。入った、ホームラン。同点のソロホームランです。ジャイアンツ卓球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。同点に追いつきました。ジャイアンツ1対1。見事な一発が飛び出しました。バッターボックス岡本。ジャイアンツホームランで同点としています。
赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この勢いそのままにつないでいきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。初球打ち、ここはフライになっています。ピッチャーが構えます。千賀が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。1回終わりました。1対1、ジャイアンツ同点に追いつきました。2回に入ります。ホークスの攻撃、打席には6番バッター栗原。ジャイアンツ同点で迎える2回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。まあ、とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。ファウルになります。打ちました。ショートが取る。一塁へ。アウト。ワンアウトです。バッターは7番に入っている松田。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。これが2球目。ボールになります。さあ3球目は何か。インサイド落ちました。これはどうだ。アウト。2アウト。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている甲斐。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。2球目も決まります。低め。アウトロー外れます。ファウルになります。打ちました。ショートゴロです。取った。一塁アウト。スリーアウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。1対1同点です。2回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックス丸。ジャイアンツ同点で迎える2回の攻撃です。先頭バッターとしてまずは塁に出たいこの回の攻撃です。そうですね、やはり先頭が出ると。打ちました。高いバウンド。ショート取った。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打順は6番中島。まずはワンアウトを取っています。
最初は変化球できました。さあ2球目は何か。痛烈、これはどうか、ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っている大城。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならない。インサイド、センターへ抜ける。ジャイアンツチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ一打勝ち越しのチャンスです。早い回からチャンスはしっかりものにしていきたいですね。なるほど、そうですね。まあ彼は典型的なプルヒッターですけど、ここも思い切って自分のバッティングをしてほしいですよね。はい。外のボール打った。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。バックホームする、レフト前ヒット。これで3連打。さあ打席には先発の菅野が入ります。ここは自分で決めて勢いをつけたいですね。そうですね。さあ一打勝ち越しという場面を迎えています。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですね。外へ持っていきました。セカンド掴んだ。二塁へ送球。二塁フォースアウト。ダブルプレイ。チェンジです。1対1同点です。先発の千賀がバッターボックスです。ここはしっかりとアウトを取りたいですね。そうですね。さあまず1球目。初球ボール。インコース、これは外れます。ボール先行です。空振り。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。吉川が抑えています。ワンアウト。素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いやー、このプレーは大きいですよね。これが1球目。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックス川島、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。アウトコース、ストレートが決まっています。スピードボールを持っています。次が2球目。打ちました。打球はセンターへ。この打球はフライになっています。丸が抑えて3アウトチェンジです。この回ホークス三者凡退です。1対1同点です。これから3回の裏、ジャイアンツ打順よく1番から始まります。吉川がバッターボックスに入ります。
先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。ジャイアンツ同点で迎える3回の攻撃です。2球目は何で来るか。これはバットが泳ぎます。高いバウンド、セカンドゴロ、取りました。アウト、ワンアウト。打順は2番松原。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが2球目。よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。アウトロー、見送ってボール。インサイド落ちました。ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。見逃して三振です。2アウトになっています。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。最初は変化球できました。低め、これは決まった。まっすぐで空振りを取ります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。次が4球目。打ちました。川島、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。3回終了、1対1同点です。崎さん、両投手ともにやや本調子じゃありませんかね。まあ本来のピッチングではないですよね。ただこのクラスのピッチャーなんでね、良くないなりにしっかりまとめてもらいたいですよね。そうですね。打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ勝ち越しのランナーを背負った場面です。やはりリードされるとこの後の試合運びが難しくなってきますから、なんとか切り抜けたいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上の菅野、このピンチをどう切り抜けてくるのか。二塁牽制、二塁タッチもセーフ。低め、これは外れた。外の高め振っていきます。ワンボールツーストライクです。次は決め球を厳しいコースに。このピンチ見逃して三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。ランナーは変わらず二塁です。こういった形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。ここでのコントロールミスは許されないでしょうね。その警戒すべきバレンティンが打席に入っています。
外へのスライダー、ここは見極めています。次が3球目、高めに来た変化球ですが空振りです。4球目は何で来るか、外へ持っていきましたが入りません。3ボールになりました。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。そうですね。さあこれで決まるのか。しっかり捉えた。面白い当たりになった。センターフライ、セカンドランナースタート、ツーアウトランナー二塁となりました。いい形でアウトが取れましたね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。栗原がバッターボックスです。アウトコース、これは見送ってボールです。低め、絶妙のコースに決めてきます。二塁ランナーを気にします。タッチもセーフ。ライトへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ホークス勝ち越しました。2対1になりました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあそして打席には松田が入ります。さあピンチは続いています。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。インサイドのボール球打っていった。この打球は落ちそうだ。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ホークス貴重な得点が入りました。2対1、ホークスが1点リードと変わっています。赤星さん、バッターとしては点を返してエースを盛り立ててあげたいですよね。そうですね。まあとにかく同点にしたいですよね。そうですね。さあ同点に向けてバッター頑張ってほしいところ。低めはボール。際どかったですよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。痛烈、これはショートライナー。5番バッター丸、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ストレートが決まりました。156キロがいきなり出ました。これは内へ外れます。打ちました。これはどうか、取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。
バッターは6番中島。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。ボールになります。変化球空振り、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。グラシアルが抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終了2対1、1点リードはホークスです。5回の表にゲームが進んでいきます。ホークスの攻撃、バッターボックスは8番甲斐。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える5回です。さあ里崎さん、中盤1点差ですから、しっかり抑えていきたいですよね。そうですね、この辺りからちょっとしたミスがね、致命的になりますからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。2球目打ちました。これはサードライナー。次はピッチャーの打順ですが、先発の千賀が打席に入ります。ピッチャーの打席ですから、しっかりアウトを稼ぎたいですよね。そうですね。初球変化球は空振りです。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。外は入っています。ワンボールツーストライクです。見逃して三振になります。打順は1番に帰ります。バッター周東。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはジャイアンツがエースの菅野、そしてホークスが千賀、以上両エースの投げ合いとなっています。低めはこれは入っていました。ここは150キロを計測しています。打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ。ウィーラーが抑えてスリーアウトチェンジです。この回ホークス三者凡退です。2対1、ホークスが1点をリードしています。5回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは大城。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える5回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、まあ1点差ですから、この辺りで追いついておきたいところですよね。そうですね。高めストライクになります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。
さあ4球目は何か。低めの変化球は決まりません。アウトコース外れます。フルカウントです。さあこれで決まるのか。インサイドセンターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。柳田抑えてワンアウト。8番バッターウィーラー、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。センターに抜ける。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁には同点のランナー、そしてバッターはピッチャーの菅野。ここは送りバントで行くでしょうね。はい、さあ送ってくるか。バントしました。ファーストが取る。一塁送球します。ツーアウトになりました。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。打順はトップに帰って吉川。ここはツーアウトにはなりましたが送りバントを選択してきました。さあお膳立てはできたんでガツンと決めてほしいですね。さあジャイアンツ同点のチャンスを迎えています。低めストライクになります。153キロ。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。釣り玉、しかし誘いには乗りません。152キロ。ここはもうストライクは全部打って流す。抜けた。セカンドランナー帰れば同点。ホームへ。レフト前ヒット。これでマルチヒット。さあそしてバッターボックスには松原が入っています。さあチャンスが続きます。攻撃がいい感じになってきてる。タッチもセーフ。まずはボールから入りました。ここは一塁ランナーが走ってくるかどうかですよね。なるほど、そうですか。ランナーを警戒すれば当然速い球が主体となってきます。同点は許しませんでした。ジャイアンツ2者残塁です。ため息に包まれた京セラドーム。5回終わって2対1、ホークスが1点をリード。これから6回、ホークスは代打を送ります。バッターボックスには代打の中村。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。これが初球。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。ボールを操ってきます。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。変化球、これは空振りです。
2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、坂本アウト、ワンアウトです。3番バッター柳田、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ええ、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、これはどうだ、吉川アウト、ツーアウト。バッターボックスは4番グラシアル、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。空振りになります。あっという間に2ストライクです。打ちました、取りました、一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。2対1、ホークスが1点をリードしています。6回の裏、ホークスに選手の交代がありました。ただいまの回代打の中村、そのまま入り、配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。坂本がバッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。さあ2球目は何か、低めは外れました。3球目は何で来るか、落ちるボールはこれは外れています。ボールになります。打ちました、センターに大きな打球、伸びていく、どうだ、どうだ、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあそして打席には岡本が入ります。いい打順なんでここで一気に行きたいですよね。さあ一打同点のチャンス、ここで追いついて流れを引き寄せたいですよね。なるほど、そうですよね。低めの変化球見送りましたがストライクです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。外158キロ、ここは釣り球は振らないように注意したいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。牽制、二塁タッチもセーフ。インサイド打った、ボテボテ抑えた。そのまま入って一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。
さあ、そしてバッターボックスには丸が入っています。いいバッターが続きますね。チャンスですね。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、ジャイアンツとしてはここで追いついておきたいところですよね。なるほど、そうですね。まあ、ここはクリーンアップですから。外の球打った、ショート正面取った、一塁アウト、ランナー三塁は変わりません。さあ、そして打席には中島が入ります。いいバッターが続く打順なんで、なんとかしたいですね。さあ、打ち上げた、高く上がった、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト、同点は許しませんでした。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。6回終了、2対1、ホークスが1点をリードしています。里崎さん、エース同士の対決ですと1点の重みというのが普通の試合と違いますよね。まあそうですね、なかなか点を取るのが難しくなりますから、1点が試合を左右することになってくるでしょうね。そうですね、その1点なんとかもぎ取りたいところ。変化球、タイミング合いません。これが3球目。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、バレンティン、ヒットが出ました。ノーアウトランナー一塁です。打席には6番バッター栗原、先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒット、真ん中打ちました。バッターボックスは7番松田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトになっています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいです。インコース詰まりました、中島が掴んでツーアウト。バッターボックスは8番甲斐、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたから、タイミングは合ってると思いますね。ここは慎重に行った方がいいですね。そうですか。ツーアウトになっています。スライダーが決まります。ノーボールツーストライクです。さあ、3球目は何か、低めに外れてボール。打ちました、吉川、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、ホークス得点には至りませんでした。2対1、1点リードはホークスです。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。赤星さん、やはりエース対決ですから、なかなか得点には結びつかないですよね。そうでしょうね。まあ簡単に点は取らせてもらえないですよね。そうですね。普段の試合以上に緊張感のある試合となっています。インコースへの変化球、ストライクです。ノーボールツーストライク。よく見極めましたね。はい、低めわずかに外れてボール。アウトコース見送っています。さあ、5球目は何か、
打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターボックス、ウィーラー。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、当たってますね。この調子だと猛打賞もいくでしょうね。さあここも打っていけるか。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の若林。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。インコース決まってストライク。154キロがいきなり出ました。この球は外れています。3球目外れました。低めストレート、ストライク。ツーボールツーストライクです。平行カウント、インコース詰まりました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。取ってスリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって2対1、ホークスが1点をリードしています。これから8回ホークスの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。中川が2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。選手の交代をお知らせいたします。レフトのウィーラーがサード。これから8回、この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでホークス代打を送ります。バッターボックスには代打の明石。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える8回です。試合は終盤1点の攻防となりました。まあここは我慢のしどころですよね。最少失点で逆転を狙っていきたいですね。この後も集中力が必要です。打ちました。ファウルになります。外に逃げていくボール、よく見ています。さあ勝負してくるのか。見逃して三振です。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター周東、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席、あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。ワンアウトランナーありません。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。146キロ。ギリギリに決めましたね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。打ちました。流しました。打球はレフトへ。若林が掴んでツーアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。これは決まった。あっという間に2ストライクです。
トコース外れました。次が4球目、引っ張った、セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ホークス三者凡退です。2対1、ホークスが1点をリードしています。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。モイネロがマウンドに上がります。バッターは吉川。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。来た初球打ち、この打球はフライになっています。グラシアル抑えてワンアウト。バッターボックスには代打の石川。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。最初は変化球できました。際どいコース外れました。ボール先行です。ファウルになります。打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには坂本が入っています。勝負どころでいいバッターに回ってきましたね。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。このチャンスはものにしないとちょっと苦しくなりますよね。なるほど、そうですね。この球は低めに決まった。チェンジアップ決まりました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。レフトに持っていった、大きな打球だ、頭上を越えていった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追いつきました。2対2、試合は振り出しに戻りました。そして打席には岡本が入ります。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあチャンスが続きます。ここで勝ち越して。なるほど、そうですよね。危ない球です。3球目、ボールになります。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し。勝ち越しのランナーが3塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ勝ち越し、3対2。さらにチャンスは続きます。ホークス、ここでピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がったのは椎野。さあそしてバッターボックスには丸が入っています。さあチャンスが続きます。ここでダメ押ししておきたいですよね。なるほど、そうですね。次が2球目、振りません、ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ外して
てくるのか。ライトに持っていった。これは面白い当たりになった。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードがパスを蹴った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点を挙げました。4対2。なおもチャンスが続きます。バッターボックスには代打の小林。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。まあそうですね、点差としてはまだ十分とは言えませんから、ここで得点しておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。まずは見送ります。ワンボール。インコース高めのストライク。インコース低めのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ストレート打った。セカンド正面掴んだ。一塁へ。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。まあ何とか進塁打になりましたね。ええー、まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね。ストレート打った。セカンドの左抑えた。一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点でリードしました。8回終わって4対2。ジャイアンツ逆転に成功しました。9回京セラドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ジャイアンツの守護神デラロサ。声援を背負っての登板となります。柳田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツリードで打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには4番グラシアル。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神デラロサ初球打ち掴んでツーアウトです。バッターボックスは5番バレンティン。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。2球目は何で来るか。ファウルになります。力のあるストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。試合終了。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。なんとか継投で逃げ切ることができました。まさに監督ベンチの采配がズバリハマったのではないでしょうか。勝ったジャイアンツ接戦をものにしました。一方のホークスですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。